回同じやっけ、うん、いずれ嫌になるよ。誰かやってくれんかなって思い出す。お、よし指差し確認。一応動作確認してみたら。マッキーじゃけ何が起こるか分からんよ。怖っ、撮ってます撮ってます。危ない危ない、撮ってますよ。いや、撮っとるからダメとかじゃないのよ。撮ってますよ。楽しいな、準備。楽しいな、準備。すごいな、楽しい。いや、追ってくれよんかな、これ。追ってないね。追ってないんだ。はい、めちゃくちゃ踊る。すごいね、めっちゃすごいね。いや、それ限界なんですよ。そこ限界、限界。首振りが。でも、すごい追いかけてくれる。こんなに追いかけられたことはないよ。面白いこと言うね。面白いこと言う。今の面白かった。今の良かったよ。大変だね、ボート準備って。楽しい。できました。お疲れ様でした。結構頑張ってたじゃん。なんてことはないですね。なんてことはないですよ。やっぱね、そうです。まあここまではね。問題はここからですよね。ここからはい。こっからこの船が降ろせれるかどうかがまずね。降りれるかどうか。素晴らしかったよ。皆さん。この度は僕のために。わーい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 。パチ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 。桜が。いや違う違う違う、一番角度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 。アホなアホだろ。やめて。いい音した。ポンって。選手とちょっとでいいよ、ちょっとで。もう、いや、A を大事にせんでいけ、そこまで。巨端ダメになってしまい。バッテリーショート。おめでとうございます。一斉ので、いやおめでとうございます。基本的にはサイドミラーに出た側に曲げたら、出た側に曲げたら元に戻る。サイドミラーに出てきた、これらってもうちっちゃいけさ、あブリーってこう、今多分左が右側が見えるよね、この橋が。あ出てきたと思ったら右側に切ったら、トレーラーがまっすぐになっ、だんだんなってくる。直進したいときはなんで、あのミラー見ながら、うん、そうなの、うん、出てきた方向に、うん、まあ、聞いた。それはもううまいやん。なんやん。全然おもんない。遅い。マコ、マコ、ちょっと空気読んで。あ、分かっとるよね。すごい。俺らが撮りたい動画っていうのが。すごいね、集中だわもう。あら、余裕じゃない？全然顔が普通だわ。さっきのあの、アドバイスが見とる。あー、くそ言うんじゃなかったわ。なんや。あたった一回してからドヤ顔で、こうやったらいいよ。白い線。あー、あれあんまり関係ないかも。適当で大丈夫。いっぱい見るな。
安全確認。いや、いけんやろ。調子乗らないで。おい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 。壁ぶつかるで。壁ぶつかってマッキーのとこ電話すれんやろ。すいません、テールランプ割れました。電話してください、酔っちゃったもんね。ありがたいね。面白い。攻めるなぁ。さすがやね。やっぱりちょっとあれだね。ちょっとやっぱ攻めたくなる性格。でもまあここまでこんなに早く来ると思わんかったわ。10分ぐらい来た。うん。できるだけね、まっすぐがいいかな。うん、トレーラーと車がまっすぐの状態で下ろす方が出すとき楽かも。まだつけないけん。ちょっとね、一瞬ね、船がプワッて浮くと思う。ゆっくり下げていったら。もうちょい。もうちょい。前のウィンチのロック外して、その手前のこれ、それです。ちょっと回しながらカチャンって手前にやったら、逆に回したら、おバフ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 なんでなんで、そういうのじゃなかったんだよね。確かにトレーラーでアタフタするやつを見たいんだよ。押せば出るかなと思うんだけど。ちょっと浮く、スーッと 出始めたらそのまま蹴って出ていく感じかな。いや、いいよいいよ、リアでも出ていいよ。あ、どっちでもいいよ。あ、ほんまじゃ。これのネジかも。これ？うん。赤いボタンを、赤いのをグッて押して、そう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 。
あ、それじゃない。もう一個の方。よう見えんのじゃわ。うん、ごめんね。アドバイスをしてあげたいんだけど、見えんのよね。ほら。今日も風が吹いてるね。で、最後ぶつかる瞬間に。ああ、まあそれでもいいけど。ロープないんかな、渓流ロープ。ロープついてなかった。ロープついとりそうだけどな。なんかちょっとロープあったっす。うん、ロープをまず出して、いいね。何もあれがないんだ。なんかカギナとかあるんで、うん、簡単なの作っとけば。そこか、これか。これでもいいけど。外れん、多分。絶対これ、あの朝とかにこんなに時間がかかったら。平和だね、今日も。いつに平和だ。全然穏やかじゃない人。疲れた？疲れましたね。疲れた。もう終わり、もう終わろうか、今日は。今日の練習終わりにする？しまいますね。うん、まあね。とりあえず、車をあげようか。ますか。うん。でね、空のトレーラーってえらい跳ねるけ。結構バタバタバタって行く人おるけど、ゆっくり段差は越えていく感じの方がいいと思います。この辺のこのゴツゴツしたところはめっちゃトレーラーに回りそうな跳ね方する、うん、あの向こうの舗装してるところは大丈夫だけどね、さーっと行っても。意外に跳ねるんよ。さっきの位置に戻って、さっきの位置にバックで入る。最終的にあえて止めない研究。ナイスです。合格ですね。あの動画的に全然面白ないんですよ。ランチング的には合格っすけど、うん、緊張のあまり真面目になってしまいました。でもセンスいいと思うよ、やっぱりさすがだわ。うん、でも最初絶対ああなるよ ね、 あの戻すのが絶対遅いけ、うん、僕も若い頃はそうだったよ。今も若いけど。なんか酔ったわ。
攻めるな。どうしてもインを攻めたいんじゃね。戻す。ナイスナイス。そう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 。目いっぱい切らんと無理かも。これでいっぺん前に出てまっすぐ。トレーラーとに車をまっすぐにする感じ。そう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 。いや結構かかってんだよな。結構もうだいぶかかってんだよな。まだもうちょっと、ガイドローラーが半分ぐらい浸かるまで入れてみて。フェンダーが浸かりきるか浸かりきらんかぐらいですね。それぐらい。多分それぐらいじゃないかな。うん。それぐらいで浮いとると思う。なんかフェンダーが浸かるぐらい目安で。やっぱでもうまいね。ありがとうございます。うん、なんだかんだでうまいわ。腹立つわ。出てきますね。いや言わんでいいよ。言わんでいいですか。ずーっと溜まっとこれ。しばらくの間てっぺいさんとくらさんがいるんじゃないですか、来るとき。ごめんだね。いいんじゃない。そこからね、もう思いっきり曲げていいんよ。一応本人が感じられるだろうか。そう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 、思いっきり曲げていい、思いっきり曲げて。トレーラーがまっすぐになる前に戻す。多分戻るだろうなぐらいで戻したら大丈夫。まあでもうまいよやっぱり。うん。まあ結局自分の車をなんかこううまく乗りこなしとる分じゃろうね。そうなんだ。トレーラーの方だけ気にしとったらいける感じやけ。これ見て褒めてほしそうな顔しとる。いやすいません。どんな出方やねん。どんな出方。クラさんの目が怖い。ちょっと今から演技指導してからちょっと難しい感じの絵を撮らせてもらってみます。やりなもう入り口から行こうか。入り口から、ね、入り口からちょっとお金払って払ったぐらいから、ね、もう一回、うん、僕始めたんですよみたいな感じの顔もしてね作ってやってもらったらいいかなと思います。切ってもすぐ動かんしやべえと思ってももう遅いしっていう。そうですね、うん、なる前にこう動いた方が車とトレーラーの関係のこう角度次第で曲がるんで車の角度がつくまで、うん、後ろのトレーラーが曲がらんから、うん、あいつただまっすぐ向いとるだけやけどあいつ何もしてないけどさ。そうよね、うん、でまあその辺が多分その辺はでも何遍もやるよったら、うん、これぐらい切ったらこれぐらい行くんだろうなっていう。あらなんかうますぎて腹が立つ。あなんか遊び道具があるけそれぐらいでいいかも。あ、はい、OK でーす。 OK よ。お
り方がムカつくんだよ、うん、ちょっとなんかなんだろうの感じ、合格ですめちゃくちゃムカつく、おー自分で合格出すんじゃねえよ、誰も言ってないよくできました。釣り所よし釣ろうや、お邪魔します。いやいや一番乗ってたから釣らせてくださいどこ行くんですか、どこで釣れるんですか、迷ってますバカにしとる、どこに行けばいいか迷ってますマジで怖いんだけど、狂気だからやばいの邪魔せんでもらっていいですか、まずそれあれじゃない、あの待って名前言う、一回動画出てきてないですか、あれじゃないわ、じゃあいやいや、まずそれで目の前でちょっと後ろでやってもらっていいですかそれ確かに、マジちょっと前でやってもらうとさいろいろぐちゃぐちゃするでしょ八坂の畑さんがいるもう20年前からやっとんじゃけんね、こっちらね、そうっすね、ほらすごいですよね、ほんま新人越しおめでとうございます、ほんと誕生日もおめでとうございます、 ありがとうございます、本当に誕生日だったの、ね、ノジのね、はい、LINE グループがあるけさ、うん、そこで俺誕生日なんですって打ったんよね、はい、そしたらノジのメンバーっておらんのかね、もしかして絶滅したの全員だあれグループ俺一人なんかなと思った、怖すぎる、20何人ぐらいおるんやけどさノジのメンバーってさそれが急にみんないなくなった、あの日だけおらんかったよね俺グループ一人なんかなと思ってそれはつらい、すごい体勢で、ちょっと邪魔せんでもらっていいですかバッシャンバッシャン、本当に知らん人ちょっとバス釣りしてます怖すぎ、あー危ねー、引っかかりかけてよ、危ねー今日なんかアタフタ感の撮れる動画じゃなかったっけ、ちょっとアタフタしてや、木に引っ掛けたかなんか木に引っ掛けたかなんか今日でも1回12メーターの滝に引っ掛けてますからなんかないかな、ほんまにこれつけるんですか私、そうやろ、ラバージグで底を取る練習になるじゃんまたそこか、またそこかお前クラさんの話聞いとかんだろ、わしが絶対なんじゃよ。いやほんまですほんま、あんだけ教えてもらってでもあの時すっごい嬉しかったけん、そこが取れたら世界が変わる言っとったよそこまで言ってないね、そこまで言ってない、世界は変わらんかもしれない、急にまた宗教的だよ、イケメンがバスフィッシングしてるって感じだね、これで多分大会の時に手抜いてくれると思う、いやそんな簡単じゃないですえあいつちょろいんじゃない、そんなわけないじゃないうちの猫ちょろかったよすぐ懐きました、昨日帰ってきてもう怯えまくったよね、あやっぱ怖いよね、怖いっすよね、でなんかこうちょっと遊ぶやつがあっちゃう、遊ぶやつもこうやってじゃらし目は泳ぐんやけど、うん、こう手は出せんのよ、ま、もう前には行かれんのよ、なんやこいつと思ってもも う, しいな思ってもう何ヶ月だったっけ、 2.5 個これぐらい、怖いよ、それはやばいな、で水も飲まんしもう飲んでやと思ってカリカリを用意したカリカリの餌を、おプイッてやったらさ、うん、ポポポポってクリアして、何やお前ってそうそっからもうめっちゃ寄ってくるけさ、何やおちょろいなと思って、ちょろいやつだった、あまあでもまあそんなもんですよね、そうな、うん、そんなもんですよね、人だって、うん、そうです、いや人はそうでもない結構警戒するぜあそうかな、投げて、すいません、はい、投げるでボトムまで落とす、はい、すいません、これこういうことですよね、だからそうですね、はい、もうフリーで落とす、はい、てっぺいさんまだですか、え当たりあるのがすごい、よしあそこに行こうちょっとあそこだ、ちょっとてっぺいご苦労だったよ、見つけてくれてありがとう
ちょい右ぐらいの、うん、メーターぐらいの、ね、ちょい右、7メーターぐらい。最初ドラッキーを作ってきたんで結構でかいんかな。おりゃこれぐらい。じゃあごめんねごめんねごめんね古いんだよ古いんだって。もういないんだよその人ら。もういるんだよ。いやいやいや、ほんと失礼だから、ほんと失礼。茨城大使かいね。栃木大使。栃木じゃないから。営業があるでしょうね。あー、そうじゃろ。ほんまよね。営業がすごい多かったみたいな感じ。確かに確かに、ほんとよね。ああいうリズムのある人たちは。なんだろう。なーにーあのその人は本当にいないんだよ。もういるよ。行ってるから。行ってるんですよ。こっそり行ってるんですよ。こっそり行くな。堂々と行けよ確かに確かに。まずいまずい。まだ何がこれ多分ガセネタやね。嘘やね。嘘でしょ。嘘でしょ。当たりなかったん本当は、うん、いやいやいや、おかしいな。ちょっとこっち側にありますよオーラを出してからさ、釣れないんですかっていう動画が撮りたいだけだと思う。マジ何のメリットはぁ、もう感じないんですかいう、ね、あ、なるほどね。落とし入れるタイプだね、あれ。マウント取ってくれた、うん、最低だわ。いやいや、楽しかった。ありますか。マジ釣れんの。いや、もう天才二人が釣れんのならうちら無理よね。無理よ、うん、まあ俺2時間ぐらいしかやってないけどさ。いやいや、え、朝からやって釣れんの。あ、怖っ。あ、さっき下ろしたんじゃ。なんじゃ、だいいけどさ。だいいけどとかじゃない。ダメです。やり直しです。あー、違う違う。とりあえずまっすぐにするのを、まっすぐにして。は、その時ハンドルまっすぐにして。うん。そっからスタートがいいよ。はい、いいでしょう。これでトレーラーが斜めになっとるけ、多分入れるときに難しくなる。見せてもらおうか、今日の練習の成果を。これ初めてだったっけ。いや、いいよ、いいけど。あ、すごい。あ、竿、それまずいかも。あ、これが。くしゃ。竿が。で、トレーラー上げるときにさ、前のエレキとかのスイッチはオフにしとった方がいいと思う。前の？うん。
あれ間違えて踏むんよね。これ間違えて踏んだ時にあのペラが回って怪我するけ。うん、あ後ろ回しとってもいいけど上げたらすぐ、まあ空のボートやけ多分そんなに後ろつけとかんでも回ると思うよ。この前2人乗っとったけさ確かに、うん、おまっちさん言えんかったのに重たいってプラさんが言ったけ重たいって言っちゃったよ。いやいいよいいよ、2人でカツってはめたらいい。バスボードとかはねエンジンでバーって上がればいいんだけど、後ろエリキやったら限界ありますね、うん、落ちてもいいよ大丈夫よ。靴下は忘れちゃったね、忘れちゃったね。俺ボート一回上がってこっから行くんですよ。どういうことどういうこと、あっちに丘に登れば。あなるほど、つからずに足踏んだ。これで今行ける？あ、そこで一遍止めて、あのベルトだけ締めて、うん、で竿を落とさん程度にして。まだ時間大丈夫？まだ30分はないぐらい。あ、まだ30分、30分あるけどここで片付けてもいいよ。釣れんのはいけんね。ターンオーバーで噂の、うん、ターンオーバーで水温上昇ってね、え上昇、うん、で濁りが入っとるけどさ、クリアでなかなか釣れんと思うよ。分からない何を言ってるのか分からないあとは火星と金星の位置が悪いけね今日はね、バイオリズム的に関係がちょっと悪い、うん、今日はちょうど悪い感じだけど、バイオリズムが変わるよ、ね、まあ全生物がこう分かるだろう、こうなんか感じがね、人間もなんかあると思う、うん、それそれそれ宗教じゃん、マジで、うん、あとお札買ったのだってそれが治るんだけどどうなるかずれるようになる、2万円ぐらいなんだけど今ね、今キャンペーンじゃけね、でもキャンペーンやめて、お札でキャンペーンは水晶もある水晶買ったらバイオリズムが見えるようになる、ちょっと買っとく買った方がいいと思うよ。てっぺいさんからじゃ水晶を持ってる、うん、札買ったら札を買ったら大体釣れる、矢坂大体その2つ戻ったら大体釣れるもん。怖い怖い